度が過ぎた中国外交筋メッセージに思わず震える。ネットで拾ったが信じられない内容だ。12日、中国共産党外務省報道官ホアチュンイン報道局長は記者会見直後に、米国が新疆ウイグルの人道危機があると中国の内政に介入するのなら、米国本土での9.11テロリストの新たな攻撃を再現したいと警告した。 大手マスコミや地上波テレビはどこも取り上げてない。がせねた。そうであってほしい。新型コロナ発症時に事実隠蔽をした経緯などから西側自由世界から疑惑の目が向けられている中国、香港一国に制度の一方的破棄。さらに深刻さを増している米中衝突で、中国政府が米国にイライラしていることは事実だろう。 少し前に、ホアチュンイン氏は会見の中で、中国には5000年の歴史があり、米国の歴史は250年にも満たないことを忘れないでほしいと、凄みを聞かせたことがあった。このぐらいならユーモアで聞き流せるが、9.11は断然違うだろう。米国本土、それも密集大都会を狙った悪魔の諸行としか言いようのない自爆テロだった。 米国は震え上がった。世界も凄惨な状況におののいたのだ。それだけに。血が通う人間として9.11の言葉は出したらだめ。9.11を持ち出したことは宣戦線布告と同じ意味になる。米国は自国が戦場になったことがない。戦争の奇襲に匹敵するテロを食らった以後。 中東やテロへの完全とした介入を見ると、米国の対応姿勢は明確だ。したたかな中国が知らないはずがない。おそらく、中国共産党政府は国内外で相当追い詰められていると思う。直近のワンウイ外相のヨーロッパ訪問も各国で剣もほろろの扱いで失敗した。新疆ウイグル、香港、台湾、インド。 南シナミと至るところで抵抗にあっている。これも権威主義共産党支配にとって許されざる誤病なのだと思う。思わず飛び出した日頃にっくき米国への捨て台詞のつもりだったが、たとえがひどすぎた。お聞きいただき感謝申し上げます。